生兄さんです。今日は何するんですか？今日はですね、もう一度、リスナー様のリクエストにお答えして、まあ、今回一部になってしまうと思うんですけども、めちゃくちゃ近接戦という感じでそうやってみます。こういった壁、まあ、柱という設定でね、死角のところから急に襲われてもどうやって対処していくかっていう、本当に銃持つのっていうのはないと思うので、あくまで、FPS のシミュレーションという設定でいこうかね。まず銃持つのって表面ですか？日本ではないっていう、あと日本でやってほしくないっていうのを、ただおまわりさんとかどうしても銃持たなきゃいけないし、そういう人が接近で襲われたりしたらナイフの方がもしかしたら強いかもしれないので、だったらもうせめて銃持ってるんだったら近接でもなんとかできるような技術があった方がいいっていうことで、それは頭にないんですけど、今ですね銃を今装備してるっていう設定なので、音がうるさくならないようにそうつけてる。ちゃんとこの下にヘルメットがあるんですけども、これをかぶった後にヘルメットかぶるとすごいフィットしてヘルメットがずれづらい。そうですか？実はその前にヘルメットかぶる前にこういうバンドというか、こういうものをちゃんと、つけて、だいたいほとんどの物体はヘルメットかぶる。何が違いますか？そういうのを、まず髪の毛が痛まない、こういうところに髪の毛絡まっちゃうんだよね。痛いですよ。痛いですよ。坊主の人だったらまだいいんだけど、地肌が硬いとか嫌だったら嫌だよ。確かに痛いですね。あとはまあ単純に頭の保護としてつけてるっていうのがあって、でその上に、こういったまあ国によって違うけどね、防音、しかも無線になるやつ、こういうとこ押すと、本当そう無線になる、だからあんまり表示しない方が、まあ、本物なんですよ。そう本物だから、使えますか？使えますか？実際使えるけどヘルツ、多分向こうで使ってるやつと違うから、しないといけない。どんぐらいするんですか？これはね、でも今買いやすいんじゃない？普通のやつですね、工事用。でも正規品は1万円するんで、本当に無線とかしたい人はそっち買った方がいい。もっとちっちゃくて、あと片耳のやつとかもあるし、正直両耳だとさ、自分が聞こえないって言ったら片耳。あとこれをした後にヘルメットね、買うんだけど、この隙間がある、この隙間の中に入れるよ。ちょうどこうぴったし。本当。あとは下の紐をつけて、これがね本当にヒゲに食い込んだら痛い。もちろん現役時代はヒゲとかなかったから大丈夫だったけど、あとねみんなの声聞こえないです。まずこう前についてるやつ。ここにとりあえずジョイントのようなものをつけて、こう暗視ゴーグルをつけて、でいつでもこう暗い時でも見れる。欠点があって、ライトとかが来たら一切何も見えない。そう、で本当の暗いところじゃないと使えないんです。でこういうところに、ライトをつけるね。ここにネジをこうやってセットしてライトをつけて、あとはここにもねマウントレールっていうのがあって、まあ、何かしらつける。警察官とかそういった人たちが警戒中だったらもうすでに構えてると思うんですけど、警戒してない状態、そういう時に、犯罪者が、こう歩いてきて死角のところにいると仮定します。その時は結構広い通りだったら遠ざかってこういう死角とかを未然に防げるんですけども、すごい狭い通りだったらもうこう来た瞬間来ますよね。これだとどうもできないので、あらかじめ、まあ、警戒区域じゃなくてもこういう怪しいようなところ、治安が悪いところだったらもうすでにこうちょっとは警戒しておいた方がいい。こう思って警察は分かんないです。でもまあホルスターにもよりますけど、これだったらこの状態でこうやるとすぐに取れるんでね。でそのまんまこのマガジンのところに小指を引っ掛けてこうやった瞬間すぐに取れる。で、大体の人たちは撃つときこうやりますよね。まっすぐにしてサポートハンドにして、だけどもうこの距離で遊んでる暇がないですね。なので、はい、一回こう来たときに
左手出して、でそっから取り出して、もうこの時点で押して打っちゃいます。この状態で打ちます。まあ理想はこの体勢で打つのがいいです。はい、でそして相手がひるんだ時に初めて急所を打つという、打ちたくなかったら、急所じゃない歩けなくなるところを打ってもいいっていうのが、まあ、いろんな国で使われてるやり方。ありがとうございます。この状態で、うん、まあ、実際に、今警戒してない不意打ちに対する対抗策だけど、警戒中だったらもうすでにあのこの状態でクリアリングしてるし、なんかいそうだよね、怪しい。そしたらあの、まあ、この状態とかここからこうクリアリングして、あのもう本当にこう自分が銃持ってるんだったらもう使った方がいい。別にあの脅すだけでもいいし、あった方が相手は来なくなるし。次は、位置が違いますね。先ほど私はあっちにいたけど、今度は私は反対側にいるので、今度はあの左手が使えないです。そう、こう来ちゃう。なので左手で押して、これが多分ね、しようと思ったらできるけど遅くなっちゃうのね。なのでこう来るときに銃のこういうところでかわして、でもここで打ってかわしたやつを弾いて壁に当ててもいい。で押して打って、で下がって打ってっていうことになってくると、まあ、とかあといろんな、そのままギザムしたりとか、まあ、いろんなやり方があるので、臨機応変に早いタイミングでやっていきたいと思います。じゃあ行きます。はい、まあ、普通だね、うん、今のは。一回下がって自分のポジションを保つっていうのは大事ですね。こういうのがナイフをこうやって、あとだいぶダメージが、この状態でもう首いけますね。だけども倒したくない時はこういうとこを使ってこうできるし、そのまま倒せる。あ、だったらもうあのそう相手離れたんだったら、うん、ナイフにこうやって、ナイフないっすね。うん、ナイフがナイフナイフがナイスあとはもうこれ全部奪ったんで、うん、動くなって言ったりとか。はい、ということでね、今日は、まあ、本当に一部ですけども、まあ、自分が銃を持って身を守るということをやりました。まあ、別にあの日本だったらあまり声がないと思うんですけども、まあ、そういう技術、まあ、FPS のシミュレーションっていう程度でやるというか、あ、そうだね、いろんな使い、別に銃じゃなくてもいいんですよね、これは何でも使えますから、自分のポジションを取るっていうのは、うん、サイレンスレードとか、あ、そう、サイレンとか防寒が来た時にさっきの技術をそのまま応用して、あ、まあね、本当に最終手段で使わなきゃいけない。別にこれはあの一般の方じゃなくても警察でも本当に安全な適度な範囲内でできるならやった方が本当はいいという、決して暴力動画ではないっていうことです。で、あの本当に最終手段ね、あの基本的には真似しないでほしいっていうことで思います。ありがとうございます。インスタとかもやってます。 YouTube、TikTok、チャンネル登録よろしく。 TikTok であるやってみてください、はい、ウェーブで、これのウェーブバージョンかわいい